どうもお疲れ様です創価学会の皆様、そして公明党の情報をね、えー、探していらっしゃる皆様、まあ、私もそのうちの一人なんですけども、さっきね、ついさっき1、2時間ほど前に、えー、山口代表のぶら下がり会見がありまして、政府与党連絡会議後ということでね、まあ、ちょっとラフな格好をしている山口夏男代表がいらっしゃいます。まあ、それにしても公明党チャンネル、チャンネル登録者少ないですね。 まあ更新頻度も少ないのと、あとやっぱり、国民に関係があることが、あんまり発信されてないんですよね。うん、<ー>まあでも、重要な情報源なんで、私もチェックしてるわけなんですけども、まあ、今回の会見で言われたことっていうのは、結局、あの例のね、政治とカネの問題で裏金問題があるでしょ。で、あれを起きないようにどうすればいいかってことで、岸田総理はじめに自民党がのらりくらりしてるわけなんですよ。知らぬ存在のに決め込んんででるわけなんですけなすども、それに対してね、 公明党さんがね、やっぱりこう上手に切り込んでいただいて、で、厳しくしつける、ね、叱る、監視する、みたいなことをやっていただくのかなと思ったんですけども、いまいちね、公明党さんも統一協会よりもちょっと勢いが弱いんですかね。なんか、自民党に対してはパシッと言えないところがあって、うん、ちょっと頑張ってほしいなっていうところですよね。国民の代表なわけですから。まあでもね、ここまで言っといてあれですけども、この、 公明党ってのがね、国民の代表の座をもうすでに長いこと降りてるんじゃないかなと、まさに権力者の代表になりかけているのかなというところはあります。え当然、権力者ってのは別にね、創価学会たる宗教組織の代表っていう座も降りてるわけなんですよ、もうどちらかというと、創価学会さんにはね、嫌われる存在になってきたのかなと思いますけども。何なんででしょうねあの例のの例こ中 ヤバクラってね、なんか意見を聞きに行っただけだみたいなことを言って辞めさせられた人がいましたけどもあれもどうも見苦しいというところもありますしそれからねこの山口夏夫代表も、うん、なんかその公明党の存在感っていつもないわけですよなんか横の中の役に立つことしたのかなと思いますけどもこれだったらねもうあの総学会の皆様もちょっと浮かばれないかなっていうかねせっかく公明党こそ我が政党と思って後押ししてるのに全く違う方向向いてるような気がするんですよ。 で今回の自民党の穴だらけの、まさに、えー、これからも裏金を作るぞっていうような、ね、修正案に対して、まあいいんじゃないのみたいな、ゴーサイン出してるところは、もうまたね、文句が言いたくてしょうがないようなところがありますけどね。うん、で、今回のぶら下がり会見です、5分ぐらいで終わったんですけども、例のほら、淡田進さんがね、ああいうふうな YouTube を出されてること、なんかないんですかね、記者の方もなんか質問しないんですかね、まあそもそも知らないか。 うん、私がこの現場にいたら、必ずそういう質問するんですけどもね、これどうするんだって、どういうことなんだって言ったらね、うん、動画そのものを見たわけではないんで、何とも言えませんとか言うんでしょうね、もしくはお答えを差し控えたいと思いますみたいなね。で、結局、自民党の悪いとこばっかり学んで、公明党らしさ、そして総会会らしさっていうのは、もう皆無になってしまったのかなというのが、私の印象です。それでは、今回は以上です。お疲れ様です。